はい、皆さんこんばんは。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 今日はですね、11月12日の月曜日、22時をちょっと待って、4分ですね。はい。はい。ちょっと待って4分。うん、ちょっと待って4分。うん、今日はですね、ここ、摩天楼からお送りいたします。ですね、今日はですね、放送ちょっと前にですね、うん、マイクを入れずに喋ってました。そうでしたね。そうですね、最近うっかりがすごく多くて、今日もうっかりしないように、頑張って放送生放送を頑張っていきたいと思います。アリンローランズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、くりです。ね、今日は昼間すごい暖かくて、うんうん、なんかお散歩に行ってもすごく気持ちよくて、で帰ってきてからもなんか今いるとこ、ここレブリーって言うんですけど、なんか寝てないでこうぼーっと昼間こう何、うん、夢の世界にいるみたいな起きてる寝てる時の夢がドリームだったら、起きて見てる夢っていうか、こう幻想みたいなのが、レブリーっていうんですけど、なんかそういった気分でなんかお昼もまったりと過ごしましたよ。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。です。あ、そうなんだ。そうですね、はい。とっても寒かったです。もう冬がやってくるんじゃないかなっていう気がしていますが、うんうん。多分カップルの皆さんはラブラブチクチクで熱々の毎日を過ごせるかもしれませんが、暑いで。そんな奴らは投資しないというわけで立てるしかねー。長いよ、いつも長い。投資しちまいか。投資しちまいか。投資するような寒さじゃないもんな、こっちは。今日ね、マジ昼間暖かかったよ、うん。うん、そうだよね、そうだよね。コートいらないもん、全然、うん。うん、そうですね。じゃあ、ではまず、旅に出発する前に、この番組のスポンサーシムの皆様をご紹介いたします。はい、この番組の提供シムは、シム新潟、あゆむら、エリア86、SSOC、以上のシムの皆様の提供でお送りいたします。はい、よろしくお願いします。今日ここはですね、マシニマエキスポ2012っていうのがもうすぐ解散されるんですけど、その会場がここにあるんですよね。で、このシムはニューヨークのマンハッタンを再現したシムで、ミッドナイトマンハッタンリベリーっていうシムです。懐かしい感じがしてた。あ、そっか、なるほどね。懐かしい感じがね。ここね、今私たちがいるテラスも、実際のね、ニューヨークのセントラルパークにある場所だそうで、この後ろにある噴水とかね、天使の像、でアーチもね、こう有名な広場で、ベセスダテラスって言って、映画などにもよく登場している観光名所だそうですよ。すごい素敵ですよね、この夜景が、すごい綺麗だよね、では早速、回ってみましょうか。はい、はい、じゃあこっちから階段を降りて下に行きますよ。ディレクターさんからのインフォによりますと、映画の身代金という映画で、子供が誘拐された場所だそうですよ。メル・ギブソンの、そう、お父さん役だよね、メル・ギブソンがね、覚えてる覚えてる。で、この下の回廊をちょっと通っていきましょうか。はい、この回廊も素敵なんだね。うん、次だわん。ではイベント会場はね、また後から紹介しますね。はい、わかりました。まずシムの外周から、紹介していきます。はい、まずね、ここのシムの名前になってるね、リベリーっていうラウンジリベリーっていうお店があるんですよね、ここにちょっと寄ってみたいと思います。はい、はい、ラウンジリベリー、はい、そうリベリーリベリーリベリーあれはね、ボットさんかもしれない。ああ、そうなんだ。うん、いつもいるんだ、そこに。うん、そうみたい。は
はい、なんだここは素敵、いい雰囲気で、ね、すごくいい、いい雰囲気で、こう大人のスペース、大人のニューヨークって感じ、うん、そうそう、あんまりこううるさくなくて、うんうん、音楽もね、ソウルとか R&B、あのアフリカミュージックのライブや詩の朗読などが行われるラウンジだそうです、うん、スペースで、ね、いろんな楽器が持ってるよね、うんうんうん、あ、なるほどね、うん、なんかリアルに本当ありそうなジャズクラブとかそういう感じがするね、うん、うん、素敵、素敵素敵、なんか夜景を見ながらちょっとワイングラスを傾けつつなんていう、そう、この舞台から傾けつつこぼしちゃうみたいな、そうそう、舞台があると登ってみたくなら、はい、舞台があるとウェイ歌ってみたくなるんじゃないの、はい、やい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 や、待ってるぞ、絵を切んないと、絵を切らないと、そうだぞ、待ってるぞ、絵を切らなきゃ、はい、切れた、切れた、オッケーオッケー、イエイ、ここで何を歌いますかね、何を やめて、はい、得意の詩吟なんてどう、詩吟、詩吟、詩吟、まだ川柳の方がいいな、あ、そう、あ、じゃあ川柳じゃ歌じゃないしね、そうだよね、詩吟、詩吟、そんな年じゃないよここにビリヤードもあるけど、これビリヤードできるんだろうか、あ、なんかここから見てる景色がいいな、うん、あ、そう、窓からね見てる景色もすごい、あの夜景がすごい綺麗、あのすごい綺麗ね、これはね、シムの外にこの夜景ができてるから、どうなんだろう、これテクスなのかな、綺麗だよね、プリムのところとテクスのところもね、ビルは立ってるのはほとんど全部プリムだな、へえ、かっこいい、うん、うん、うん、ここの、ここの、ここ座れるかな、ちょい、お、なんかちゃんと座れますね、うん、すごいなあ、ほんとだ、いい感じ、いい感じ、シャンパンももらえるよこれ、あ、本当に？うん。よっしゃ、座っちゃおう。シャンパン飲んじゃおう。いいよ。いい、来た来た。うん。あ、なんかここにちょっと座って語らっちゃうのっていい感じね。うん、いいよね。うん、大人の。語らっちゃって。語らっちゃうっていい感じよ。語らっちゃって。語らっちゃうと。たけるくん、たけるくんも来る？語らいに。語るよ。語らいに。どうぞ、シャンパンどうぞ。今ラッシュ君だ。シャンパンすごいね。すごいね、この発泡。よくハートが出てるのは見たことあるけど、これは泡だよね。やっぱり大人が語らいでマンハッタンで言ってやっぱ星でしょ。星座には弱い。よいしょ。かな。ああ、はい、いい感じだぜ。よし、いいね。うん、あ、クリちゃんもシャンパン飲みながら。いいね、これね。うん、いいね。ダバダバダ。うん。ダバダバ。飲みながらマシニマの作品を見れたらいいね。あ、そうね。うん。それもなかなかいい感じね。うん。なんかこう。天井も高くて景色も綺麗だからやっと見えてきた、このシャンパンから出てるの星だね、星だったんだね、そうだよ、綺麗だね、さっきまで見えてなかったんだよね、ただの泡が出てきてるんだと思ってた、あ、煙みたいね、うん、そう、ここ天井がガラスになってて見上げると星空なんだろうね、あ、そうなんだ、うん、あ、本当だ本当だ、うん、え、見上げると夜景、ここっていつも あの夜の設定のシムなのかしら、そうだね、昼間来た時も夜だった、ああ、じゃあたまたま夜なんじゃなくて、うん、夜にしてたのかな、いつもの設定なんだね、うん、なんか大人の雰囲気ね、夜のマンハッタンのね、うん、夜景を味わう感じね、そう、ミッドナイトマンハッタンリベリーだからそうなんだろうね、うん、あ、そうかそうか、ミッドナイトマンハッタンなのね、うん、なるほどね、だからそうなのね、そうなんですよね、うん、なるほどな、うん、よし、ね、ゆっくりしていたいところなんですけど、酒を急ぎましょうか、はい、はい、ではシャンパン、ニューヨークではね、ポエトリーリーディングっていうね、本当に詩を読むイベントもやるらしいですよ、へ、うん、That's information、はい、だからあの
アニスパの詩吟も前なんか遠からずね。川柳だとどうかなっていう。川柳も詩だよ。詩吟だったらそうね、まあね、詩か、まあね。詩吟って知らないよ。川柳だったらいいかもね、またそれ。あ、川柳もね、あの大賞もらったことないからね。歌丸キングだろ。うん、そうそう。歌丸キングもらったことないからね。大賞っていう。大賞。一瞬出てこなかった。もう最近本当にあの、ボケがひどいからね。本当にアルツハイマーじゃないかと思う時あるね。若年性か。うん、若年性。若年性じゃないな。もういいんじゃないかな。どこにクラシック感あるね。ありますね。かっちょいね。うん。でこう外周にいろんなお店がこうビルの中に入ってるんだけど、うん、お店も見た目素敵。あの今ほらボットかなって言った、うん、女の子、うん、のアバターからこう、うん、IM の方にメッセージが来ていろいろ送られてきたじゃないですか、インフォメーション、うん、なので一応この番組の、うん、今放送中のリンク貼ってみたんですよ、うん、でロボットだったら来ないだろうなと思ったらちゃんとユーストにいらしてますから、うん、もしかしたら中身はいらっしゃるのかもしれない。あ、そうなんだ。ユーストにいらしてる。はい、ユーストのリンクを差し上げたら、うん、お名前が入ってますから今上げたそのボットですよって言った人の、うんうん、あ、うん、ここがね、今回のイベントの事務局みたいな感じ。あ、そうなんだ。本当だ、マシニマって出てる、うん、そうそう。うーん、ここで何をやっているんだろうね。うんうんうん、まあ、そっか。ここのところで何、あのイベント日本の結局マシニマのじゃなくて世界中のですよね。そう、世界中ので、それもね、SL だけじゃないんだって。SL はリアルの世界も入ってるの？リアルの世界っていうか他のゲームだよね。マシニマだから、うん、リアルの。ああ、そっかそっか、うん、他の、そうそう、他の、うん、そうそう、ゲームエンジンのシネマだもんね。そうそう、うん、マシニマっていうのがマシンとシネマの造語で、だいたいね、うん、ゲームエンジンを使ってその作ってる、まあ、ね、SL だったら SL、まあ、他のゲームだったらゲームの中での、うんうんうん、を撮影してそれを編集してっていう形で撮影したものがマシニマらしいよ。なるほどね、うん、そっかそっか、なるほどね。あ、なにここ、駐車、なにここ、んここさ、ちょっとここすごい行ってみたくなるよね。あ、全部行くと思っ、いいと思ってた。たけびくん、どうぞ行ってください。ちょっと行くとか思ってて、いってらっしゃい。はい。あ、なに、暗いところ、暗いトンネル、うん、暗いとこ、たけびピーロンっていう、ほら、このやかあんなとこまで行っちゃった。あれ、そう、そこで、あ、行けるの。いや、行けないよ。ああ、そっか。行けなかった。シムの行き止まり。でもね、ここ音がするでしょ？するする。なんかリアルだね。ね、あの、ちょっとざわざわしたような。うん。うん。本当に続いてるように見えるよね、このトンネル。すごい。うん、すごいね。うん。うん。で、右手にセントラルパークの紅葉を見つつ。ああ、なるほどね。お店でウィンドショッピングですね。うん、なるほど。うん。おしゃれだよね。すごい。え、ついついね。ウィンドウショッピングの歌。あ、これバス停かな？うん、そう、バス停だね。本当にバス来ればいいのにね。なんか来そうな気配があるけど。うん、この地図が何？本物のマンハッタンの地図なのかな？あ、そうだね。うん、そうなんでしょう。マンハッタンの地図はマンハッタンの地図です。ちゃんと部屋があるんだ、2階に。もう住みたいな、ここ。どこ入った？住めるといいね。うん。レンタルしてるのかな？ルービーストーン。どうなんだろう。どうなんだろうね。本当になんか夜の街散歩してる感じでいいね。うん。うんうん。で、ここをね、ブラブラしてる時にね、ついてしまったのが今履いてる私のニーハイブーツ。ああ。買ったね、ここで。あ、ここで？うん、そう、ここで買った。あ、そうなんだ。もうこれね、250リンデンドルという、なんて安いんだよ。え、うん、右手に見えるは、切ないインフィニティさんでございます。あのね、レンタル、このショップとかアパートとか借りられるらしいですよ。あ、切ないさん。出ちゃった。
後でいじろ。ここ目の前にいる、この方ね、ここのグループのオーナーさんです。え？うん、あの、ハローって今言ってる彼女。あ、そうなんだ。はい、うん、そうそう。今放送中ですって言いたいところなんですが。はーい。はーい。はーい。あ、もう差し上げた。この方もユーストにいらしてます。あ、そうかそうか。最初に、はい、渡しておいたから、朝だから見れないって言ってたんだけど、すごい見てるんだ。すごいな。ハロー。ハロー。ハロー。名前なんて言うんだ。なんて読むのこれ。うん、ダニエルさん。ダニエルさん。ハロー、ダニエル。え、そう。ダニエルさん？ダニエル。あ、デイニーさんだ。デイニーさん。デイニーさん。デイニー。ちゃんとありがとうって言ってくれてますね。嬉しいな。いいいい。It's a great place. Dani, yes. Hi, Dani. Thank you for watching our program. Thanks. Thanks. 簡単に済ませました。あ、いたしていただいて嬉しいわって。ああ、ありがとうございます。Thanks, happy to have you って言ってくれてる。ちゃんとあの、オーナーさんに連絡して返事をくれるっていうか。こちらがオーナーさんですか？うん、グループオーナーさん。あ、ありがとうございますって言ってくださったんですよ。うん、ニーハーブーツを買ったお店はここです。なるほど。うん、見た目その、お洋服かっこいいなと思って入って、この靴を買ってしまった。そうなんだ。うん、このブランドさんはね、ランウェイにも出たことがあります、確かって。そっかそっか。うん、いや、靴がさ、250リンデンドルって安いもんね。うんうんうん。そうね。で、つい買っちゃったんだよね。そのブーツそうなの？このブーツそうなの。安っ。かっこいいじゃん、これ。メッシュ。うんうんうん、そこにやなくて公園だそうです、はい、はい、公園入っちゃいますね、じゃあ、はい、はい、そうでした買い物でついついっていうね、うっかりってしないようにって言っときながら、はい、もう第一うっかりですね。うっかり1 せっちゃんだ、せっちゃんだ、せっちゃんインフィニティさん来たな。ハロー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 。ピンピンピン。なぜか制服着てますね。なんで私もお揃いの制服持ってます。いや、刀持ってるし。はい、うん。面白いね。うん。ちょっと不良っぽい感じが。うん。制服着てる。そうね。うん。そういえばね、あ、今ね、そのオーナーさんからね、はい、IM が来てね、はい、There is a horse carriage ride to if you can see って書いてあるけど、キャリッジがあるのかな？うんうん、あるんじゃない？どこに、うん、馬車だに乗って、こう回れるみたいよ。うん、うん、で、ここに、Thank you for your information。うん、確かにあったんだけど、看板はあったんだけど、馬いないねって言ってた。あ、そうなんだ。うん。うーん、じゃあこちらこちら、左代わりで、反時計回りで行きます。はい、ここはセントラルパークの中です。であちこちにね、うん、ベンチがあって、うん、ここのベンチね、ちょっと見てもらうと分かるんだけど、うん、こう背中の真ん中にこうシルバーのプレートが入ってるでしょ。うん、これね、ちょっと紹介しますけど、実際のセントラルパークでもやってるそうですけど、うん、まあいろんなね、公園の維持とかに使われるそうなんですけどね、うん、寄付のプログラムの一種で、うん、アダプトベンチっていうんですって、うんうんうん、でリアルで7500ドルを払うと、うん、このプレートに名前を入れたりとか好きな文字がね、刻印することができる。へえ、まあ、それをね、このシムでもリアルに習ってるみたいですね。へえ、他に払ったらこういうメッセージが入れるってこと？うん、だと思う。ただね、どこにね、そのお金を払うところがあるのかわかんないんだよね。あち
こちにね、そのドネートボックスはあるんだけど、それとはまた別みたいね。あ、それとは別だろうね、きっとね。うん、そうそう、オーナーさんに直接頼むなりなんなりあるかもしれないし、うん、さっきのオーナーさんに聞くと分かるかもしれない。うんうんうん。でここね、あちこちにね、あのカップルホールもあるんでね、あの、うん、公園で、あのね、リアルの場合はね、うん、ディレクターさんの情報によるとね、うん、亡くなられたね、うん、あの奥さんの思い出にとかいうので、うん、そこに名前彫ったりするらしいよ。なるほどな。でもこっちじゃないみたいよ。うん、あれ？そっちじゃないみたいよ。あれ？真ん中の道です。はい、うっかり、うん、うっかりには、はい、わざわざ地図まで書いたんだけどな。私の地図の中にサンサロンになってないんだよね。え、サロンにね。本気そこ横断したの？はい。獣道ってことで。ありえなく。獣道ってことで。一生懸命戻ったよ。はい、こっちですよ。はい、こっちこっち。こっちね、はい、はい、塩渡ります。塩渡ります。地図も何もあったもんじゃねえ。あんまりすんなり言っても面白くないでしょ。そうです、そうです、ね、でしょ、でしょ、うん、そうです、そうです、そうです、はい、渡りますよ。あ、これお散歩にいいかも、うん、本当にお散歩にいいね、これね、うんうん、さっきそのあたりにホーズキャリッジっていう看板なかった？あ、あったあった、橋のところにね、ちょうど橋の手前のところにホーズキャリッジっていう看板が出てる。あ、クリックスじゃん。ここにもある。うん、ここにもあるね。え？あ、違うか。うん。どこ？ここ、ここ、ここ、ここ。馬車の絵が描いてある。うん、馬車の絵が描いてある。うん。あ、そっか。馬車来るから注意しろかもね。注意しろ。そうだね。黄色の看板だから注意しなさいなのかな。うん、うん。で、来たら見たいね。ね、見たいね。うん。で、ここからですね、ゴンドラ乗り場に行きます。はい。ゴンドラ乗り場に。うん、ボート乗り場。さっきからすっごい気になったんだけど、はい、さっきお兄さんが反時計回りって言ったけど、思いっきり時計回りだよね、これ。そうですね、はい。もう、ぜーっと。でもいいのに、たけるくん、そのこと。シュートみたいだね、本当にもう。いや、考えたの？反時計回り、どっちに行くの、これ。え、いいけど、先そっちでもって言ってるから、本当は違うのかな、うん、あ、そうだ。スケートだね、先。でもこっちに来たから、いいよ、いいよ、いいよ、これね、ゴンドラね、船頭さんは前に乗ってくださいね。あ、じゃあ、たけちゃんお願いしますよ。はい、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 くりちゃんも乗れた、はい、乗れた、乗れた、出発。待てよ、待て、オール持ってないだろよ。オール来るんだよね、オール、オール来るんだよ、うん、オール来るよ、オールが来るの、うん、お、今一回転した。まあね、面白い。お、かっこいい、かっこいい。どっち行くの？どっちでもいいよ、まあ、どっち、どっち、どっち、なんかディズニーシーみたい。あ、ほんと、そう、ディズニーシーみたい。いいよ、時計回りで。今半時計回りもあるから。了解。了解。どっちに行ってもいいの、これ。うん、だと思うけど、旅的には、うん、旅的には。なるほど。このゴンドラは私はほら運転するわけないじゃん。ああ、はいはい。だから乗って確認してないです。すみません。それだけで時間かかっちゃう。なるほどね。うん。はい。お、ガヨリ、ガヨリってこすってる。ガヨリ、ガヨリ。さすがテクニック。うまいね。ガヨリ、ガヨリ。うん。いろんなことが楽しめて楽しいね。うん。最初ね、見るだけかなと思ったんだけど、うんうん、あのライドもあるよね、うん、ボートがあって、スケートがあってって、うんうんうん、あと一つあるよ、面白いのが。あ、そうなんだ、うん、楽しみ、楽しみなんだけど、うんうんうん、向こう側に行くんじゃないの、これ。そうね、いいよ、どっちでもいいよって言ってるの、うん、そうそう、ボート乗り、あの下をくぐっていくの？うん、あの下くぐれるの？あ、最初に乗るの？あ、そう、うーん、楽しいね、ボート。でもよ、気持ちがいいね。
急カーブで戻るからね。あの橋の下もちょっと低すぎるよね、うんうん、あれはね、いくらなんでもここは、うん、なんか水面とかがキラキラ反射してって気になる、うん、下もこう透けて見えるよね。ねえ、すごい綺麗よ、うん、綺麗。ぶつかるぶつかる。これで到着かな。到着。元の乗り場にちゃんと引き返すんだよね、ちゃんと。そうたけるくんのことだから、うん、うん、そう、一周して戻りましょうってことですね。はい、はい。なんか人に何でも漕いでもらったり運転してもらうって楽ちんでいいね。大変なんだよこっちは。なんかすごい大変そうだなと思って。多分いきなり初めて来たところでね、本番でやらされちゃうからね、うんうん、いつもいつもお疲れ様です。お疲れ様です、助かります。ちゃんとさ、あれだね、池のこう波紋が出るね。ね、うん、お疲れ様。お疲れ様、お疲れ様。本当疲れてる感じが出てるね。漕いでましたよみたいな、うん、よいしょ、よいしょ、到着ですね。よいしょ、よいしょ、お上手お上手。よいしょ、よいしょ、さすがさすが。はい、もう降りて、もう降りて。はい、降りまーす。降りたらか沈みそうな気がするんですけどね。よいしょ、降りた。うん。やっぱり沈みましたね。よいしょ。あ、いや。はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、船頭さん。はい。船頭たけるくん、お疲れ様でーす。はい。よいしょ。ん？うん。大丈夫？大丈夫よ。はい。次はね、このリンクなんだけど、これはローラースケートのリンクなんですよ。アイススケートじゃなくてローラースケートです。で、ここにフリーのね、スケートがあるんですよ。下のボードをね、タッチすると、ガールスケーツ、メン、まあ、ガール、メン、ウーマン、ボーイと選べるので、選ぶと上にね、四角い、こう、真四角のね、なんか出てくる。あ、本当だ。ただで購入できます。なるほど。下をやると、うん、これをこうしてこうすると、うん、ああ、皆さんもらえた？もらえた。た？これ装着すればいいの？うん、そうそう。リトルボーイスケーツがまだ出てるね。うん。あ、リトルボーイだからちょうどいいよね。たけるくんには。うん。はい、俺は麺、麺だよ。麺ね。あ、これアルファだ。よいしょ。よっ。あ、オッケー。ウェメンスケート。よし。で、これで、AO を切ると、滑れるようになります。ハドとか何もなくて滑れるのか。ね、ハドはね、ここにね、ここに白い、ライトみたいなのがあるよね。これをプチッと押すと、カップル用とシングル用のハドが出てくるんだけど、これダンスだね。ダンス用って感じ。あ、じゃあ、アイスダンスみたいなね。うん、それがね、普通のダンスだったんだよね。だからこれは、そうなんだ。うん、これは必要ないと思う。うん。そっか。うん。そう、あ、今日ね、ここをね、探索してたらね、アリン発見って、日本語で。ガゴさんが、ああ、ここだったんだ。そうそうそう。なるほど。ガゴさんとここで踊、うん、遊んでた。踊って遊んだの？踊ってたんだ。踊ってもいたし、いろいろと案内してもらった。そうそう、ガゴさんの作品も出るんですよ。後でまた紹介します。ああ、マシニマですか？うん、そうそう。なるほど。うん。そうかそうか。このスケートにアルファが使われたんで、私の靴のアルファが消えました。ああ、そっかそっか。今日はね、フェニックスを使ってるので、アルファ1枚しかダメなんだよね。ああ、そっかそっか。なるほどね。うん、イエーイ、スイ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 。スイスイスイ。うまくなったような気がする。たけるくんはどこ？今の靴履けてないんだよ。あら、そっか。やっぱり編集しなきゃダメ？そうだよ、うん。そうか、それ大変ね。大変だ。うん。うん、そうね。大体俺、キャタピラーなのにさ。
まあね、いらないといえばいらないわよね、うん、まあでも寝ちゃうけどね、うん、よいしょイエーイ履いてるふり、うんうんうん、よいしょよいしょ、オッケーオッケーオッケー、はい、じゃあ来て来て来て、はーい、あんまり長くくるくる回ってると酔っちゃいそうになってくる、うん、確かにねえねえねえ、どうした、何何、もう全然すれない、逆立ちしてる、そっか、でも髪の毛には滑ってる感じに、うん、なるよね、私から見ると逆立ちしてるように見えるんだけど、あ、なんかな、逆立ちはしてないけど歩いてるっていう感じ、うん、シューイエーイ、あ、早い、出よう、よっこいしょ、はい、じゃあ、出ますか、よいしょ、回れちゃうね、はい、うん、このぐらい滑れたらいいな、リアルで、そうだよね、ローラースケートって危ないんですよね、結構、うん、昔ね、滑れなかったな、昔はあれとか、ローラースケートを履いて歌う、あの、うん、ユニットに入ってた。まあ、知らないと思うけどね。え、ガルケンジ、まさかね。あ、なんで知ってんの、めてめて。なんで知ってんの、なんだ、知らないと思ってた。ほんとに、うん。俺、自由が好きよ、さ、フリーダム、フリーダムって歌ってんの。そうか、そうか、なるほどね。じゃあそろそろインフォメーションの時間になりますので、噴水の前に私は行ってきますよ、はい、ここにね、ここピクニックエリアっぽいね、ベンチがあるんで、ここでくつろいでてもいいですよ、あ、わかりました、じゃあ私はここでくつろいで、うん、番組見てますよ、はい、じゃあ僕もそこでくつろいで、たけるくん大丈夫だ、始まるときに、はいはい、だってそうやってセットを装着してアリンさんを写すわけにいかないでしょ、そうですよね、2人で遊んでてください、あ、なんかきっちょこれ、あ、ね、写真のスポットにもなるね、これね、あー、いいね、うんうんうん、よし、この辺にしようかな、すごくいい感じに撮れそうよ、景色がいい、いい感じだなー、ね、うん、本当にオータム in New York って感じ、あ、バーベキューグリーンもあるみたい、オータム in New York、はい、そうですね、ニューヨークの秋って感じ、うんうん、ね、素敵、素敵だわ、うんうん、素敵素敵、どうかな、用意できたでしょうかね、はい、あともうちょっとですね、たけるくんも出番かな、はい、私はじゃあ一人そこで佇んでるのがいい、佇んでおりますわ、あら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 、あ、本当にそうだね、そんな感じだね、あら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 、あ、俺かぶるな、邪魔でしょ、これね、はい、準備 OK ですよ、はい、いいですよ、始めてください、はい、はい、ではたびたび夢大陸スポンサーシムからの今週のインフォメーションをご紹介します、はい、はい、あゆむらから冬の恒例となっていますスキー場オープンのお知らせです、うん、今年もあゆむらに初雪が降りました、うん、あゆたけさんも白く雪化粧を迎えて、いよいよ今年もスキー場のオープンの時期がやってきました、はい、昨年より滑走距離は伸びていますが、初級者コースになっているそうですので、どなたでも簡単に SL でのスキー体験ができます、なるほど、はい、スキーセットを持っていない人もご安心ください、うん、麓のロッジではスキーセットを無料で配布しています。なるほど。
はい、男性用と女性用両方ありますので、それぞれ無料購入してください。うん、操作は簡単で、スキー板を装着したら、うん、歩行で防御、走るで直滑降ができるようになっています。うんうん、去年までも、ゲレンデ特設会場での音楽イベントなどいろいろ行われてきたアユバスキー場、今年もたくさんの思い出が生まれそうな予感です。なるほど。アユバスキー場はアユムラシム郡内を走っています電鉄アユ急のアユバスキー場前駅から徒歩3分です。徒歩3分、結構あるよね。結構あるよね。シムの中で。で、空豆ブログ内にありますあゆむら公式ブログからも SLURL など詳しい情報がチェックできるようになっていますので、どうぞご覧ください。はい、はい、はい。次はエリア86から、ゲームスタイルから打って変わって有名ゲームを元にした映画内などで使われていた銃、そして特殊部隊風衣装の配布開始のお知らせです。うんうん。銃はこちらのマシンピストル MP9 です。うん、大きすぎず軽快に動きながら連射使用できることや、サイレンサーなどのアタッチメントをつけるのが容易で、見た目もドラマチックに変化させられるせいか、映画やドラマ、ゲーム、アニメにとてもよく登場する有名な銃です。うん、一部を挙げただけでもバイオハザードの映画、ゲーム両方、シュワルツネッガー主演映画トゥルーライズ、うん、映画バッドボーイズ、アメリカドラマのナンバーズ、うん、日本のドラマスペック、うん、漫画やアニメではオークションハウス、最終兵器彼女、ベゼルバブなど、シューティングアクションゲーム内ではタイトルを上げきれないほど多く登場しています。うん、軽く上げるスタンスアニメと斜め気味に構えるマウスアニメ、ホルスターは腰から下げる形になっています。うんうん、アタッチメントとしては、5つ目のサイレンサーがついてきます。うん、発射時のフラッシュは綺麗を意識して工夫されています。うんうん、こちらの銃の方はエリア86 LSIM のテレポート地点は駐車場にて配布開始されています。うん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 。そして今回も写真内でミーさんが着ていた特殊部隊風の衣装が1週間限定で配布開始になっています。うん、紙付きのキャップ、サングラス、手袋、ブーツ、カーゴパンツ、ブラックジャケット、アンダーシャツにタクティカルベストまで、全てセットで配布されています。うん、すごいですよね。すごいね。とっぱらだな。うん、キャップは女性用部屋付きのものとキャップオンリーが同梱です。どちらもタッチでダイアログが出てリサイズが可能です。うん、サングラスもリサイズスクリプト入り、タクティカルベストも男性用と女性用が同梱されています。うんうん、リサイズスクリプトで調整をしてください。うん、男性用と女性用ではポケットの数、配置などが違います。また丈も違います。うん、その他の手袋、ズボン、シャツ、ジャケットはレイヤーとなっていますので、そのままユニセックスで着用可能です。うんうん、ブーツもユニセックスでリサイズスクリプト入りになっています。うん、同時に出されています銃の方は継続して配布されますが、衣装の方は毎回基本的にその週のみの配布になっています。うんうん、ですので日曜に配布開始になりましたこちらの衣装セットも今週土曜日まで、フリー配布となっています。うん、はい、衣装の配布場所はエリア 86ZSIM の地上ショッピングゾーンのショップ LL です。いいね。いいですね。でショップ LL ではブログでは告知せずにグループのみで通知するラッキーボードアイテムなどもあるそうですので、86オリジナルのアイテム情報をいち早く知りたい方はぜひエリア86のグループにも加入してみてくださいね。うん、はい。配布場所は配布場所 SLURL など情報はソラマベブログ内にあります、エリア86オーナーラブミーさんのブログ、ラボのつぶやき2からもご参照いただけます。うん、
以上、たびたび夢大陸スポンサーシムインフォメーションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なるほどな。はい、うんうんうん、いつもいつも大変ですよね、みーさんね。そうだね、すごい、ね、早いよね、うん、ペースが。でも早いね、うん、毎日ものづくりかな。なんかね、でもすごいずっといろんな、ね、素材は貯めてらしたっていう話は聞いたことありますよね。うん、でなんか、うん、一気にそれを使って制作みたいな、うん、あ、私まだ座ってまったりしてたわ。はいはい、いきますよ。はいはいはい、はい、ここからイベント会場を見ます。こっちだよ、こっちだよ。はい、この噴水の周りをぐるっと、こっちか。はいはい。はいはい。はい。あら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 。もう、そればっかり。シェル、え、なんでシェルボールの雨傘だったっけ、なんだっけ。あら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 。違うと思う。なんだっけ。だらだら、なんだっけ。映画の、あれ、うん。これ何これ、はい、ああ。面白いこれ。看板面白いね。看板がくる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 って回って。うん、マシニマエクスポ。そうです。マシニマエクスポなんですが。面白いこれ。面白い面白い面白いこれ。どれどれどれ。おしゃれよね、この看板。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれ。あ、いいね。ほんとだほんとだ。面白い、うん。パラパラパラパズルみたい。うん。ねえ。ジグソーパズルみたい。うんうんうん。こういうのあるよね、実際にね。パタ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 って電光掲示板みたいな、うん、電光掲示板。うん、うん、すごい、うん、ね、すごいね、うん、素敵。さすがマシニマの会場だけあるよね。うん、うん、工夫がされている。じゃあ行こうか、うん、はい、はい、行こうか。ここは、ね、右手になんかそのちょっとせり出したテラスみたいなのがあるけど、ここも雰囲気いいよね。ああ、本当だ、うん、おデーツにはいいかも。そうね、そうね、そうね、うん、で、ここなんだけど、ちょっとね、ここ素通りするんだよ。あ、そうだ、素通りだね。素通りです。ここにパーンとね、マシニマエクスポと書いてるよね。うん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 、かっちょいい。うん、はい、看板も、マシニマエクスポはですね、今月の16日から開催なんですよ。16日から18日で、ね、うん、もうちょっと先。え、16日から18日だけなの？3日間だけ。あのね、もうね、作品はね、ずっと流しっぱなしになってるんだって。へ、うん、ね、今日昼間来た時はね、インフォメーションが流れてたんだけど、うん、今日はね、もう作品、お、うんうんうん、作品になっちゃってるそうです。なるほど。ここにね、なんかドアがあるでしょ。カレイドスコーピアムだって。行ってみましょう。カレードスコーピアムだって、うん、カレードスコープが見えるのかな。そうだよね、うん、ここでスーパーカレードスコピウム、うん、と読むらしいんですが、うんうん、あのメディアプリも合わせて作られた、あの全体がね、これ万華鏡みたいな会場になってて、あー、すごい。エキスポ2012と連動して作られていると思われるんですけど、おー、これね、後ろのすごい後ろの方に ね、テクスチャーを変更するような装置がついてるんですよ、うん、ここ。あ、じゃあ変わるんだ、これが。うん、多分そのスタッフの人が触ると変わるんだろうね。あ、そうかそうかそうか、うん。今このテクスが、うんうん、まあ採用されてて、全体にこの模様になってるよね。うん。あ、本当だ。あ、動いてる。動いてる動いてる。モニターではすごいね。すごい。かっこいい。あ、ガゴになった。ガゴさんだ。ガゴになった。うん、ちょうどもしかして授賞式とかに使われたりねするのかもしれないね、ここ、うんうんうん、おー、すごい綺麗綺麗、すごいすごい、うん、すごい。あ、これメディアプレイヤーをオンにしとくとこうなるか、うん、ね、そう、メディアをオフにしてると真っ白でしょ、ここ、うんうん、真っ白じゃないよ、綺麗なカレードスコープが見えてるけど、うんうん、うん、そうなんだ、うん、なるほどね。うわー、ガゴさん、ガゴさん、ガゴさん、み
看護さんどっかに隠れててもいいよって言っといたんだけど、あ、本当にせっちゃんが来たのか。なんかこれうまい子に看護さんのやつが出たよね、ちょうどすごいタイミング。そうだよね、うん、うん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 、あ、本当にもういいタイミングね。ねえ、うん、すごいね。ちょうど、あ、かもしれないね。個人だから、ね、オーダーさんが、オーナーさんが気を使ってくれたのかな。その可能性もありますね。うん。うん。うん。で、こっからね、あともう一つドアがあるんだな。うーん、すごいよ。すごいね。うん。すごいよこれ。かっこいいね。かっこいい、ね。なんかダイナミックって感じよ。うん。これ。うん。あ、本当だ。ここにドアが2つある。うん。どこ見てる？お子さんと刹那さん。このね、紫の方のね、ドアですね。見に行くの？メディア、うん。見に行きますよ。メディアスカルプチャーギャラリー。ちょっと行ってみましょう。なんかこのドアの感じってなんか思い出さない？え、メガリスシムにあるよね、メガリスシティに。あるある。あ、そうだね。この間ね、うん、あのイギリスのシム行った時に同じようなのなかった？ドア。みんな同じところだもん。うん。これね。有名なのよ。有名なのこのドア。そうそう。これなんかあの人がここでも建物を作ってるみたいだね。うん。はい、ここもなんかすごいです。おー、アートしてます。本当だ。すごい、目が回る。うんうんうん。モニター見てよ。すごい。モニター見てるの。あ、これ、ガゴさん。あ、こんな風になってるね。もうスカイの外観を見るとね、こんな感じになってるんだよね。なるほど。うん、あ、すごい。ああ、すごい世界だね。ちょうど、いや、これちょうど炎上してるとこですよ。うん。出てきた、出てきた。おお。バーゴさん。出てきた、すごい。バーゴさん。ああ。おお、バーゴさん、でっけ。バーゴさん来てるよ、やっぱり下に。今来たね。うん、来てる、来てるね。わお。じゃあ降りよっか下に。ね、ここね、降りるときにね、2段階になっちゃうから直接下に降ります。あ、はい、わかりました。はい、TP で呼びましょうか。TP しちゃっていいんですね。TP しちゃっていいです。竹内呼ぼうか、姉ちゃんとか。はい。はい。はい、竹内くん、竹内くん、いたいた。はい、オファー TP。はい、ぴょん。はい、行ったかな、はい、はい、来てない、明日、え、来てない、来てない、来てないよ、はい、どうぞ、はい、あ、はい、来た、はい、はい、戻ってきましたか、戻ってきました、ラゴさんがそこにん？おかけになっていらっしゃいますわよ、どこに？あちらでございますわよ、こちら。あ、本当だ本当だ。ガゴさん発見。はい、ここが、マシニマエクスポ2012の会場でございます。あ、そうなんだ。はい、そうなんですよ。なるほど。ガゴさん。ガゴさん。ガゴさん、さっき寝てたでしょ。何それ。ガゴさん、さっき寝てたでしょ。寝てた。あ、さっき寝てたでしょ。はい、そうですね。ここで、世界的なマシニマエクスポなんですが、はい、ガゴさんの作品が出てます。うん、はい、ね、ガゴさんの作品が出てます。ね、ガゴさんの作品が出てます。大切なことなので3回繰り返させていただきました。相当言ったよね、さっきも言っていた。そう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 。だってすごいよね、SL だけじゃないもん、これ。うん。うん、内緒だよ。ガゴさんは SL で音楽をやってるアーティストさんで、うん、そのプロモーションの作品を応募したんだよね。そうですね、 PV が、はい、これはノミネートされてるってことになってるのかな。
選ばれてるんですよね。選ばれたんですよ。うん。で、ここのね、マシニマエクスポ2012の、ホームページに、作品がね、ダーンと出てるんですよ。で、グループ分けされてて、スクリーニングリールっていう感じで A から H まであって、ガボさんはね、H の群の61,2,3,4,5,6,7,8,8人あの作品出してるんですけど、そこから後ろから2番目かな、40ぐらい出してる、40ぐらいあるのかな、すごいね、うん、大きいね、うん、まあやっぱりほとんどがこう外人さんの名前ですよ。で、SL だけのゲームじゃないから、ゲームから撮ったわけじゃない、うん、すごいこの。すごい綺麗なスキンヘッドだったね、今。うん。いろんなのが出てますよね。うん。あ、よかった、見える。私今自分から、メディアが見れないから、モニターから見てます。うんうんうん。まとまったんじゃないの？うん、まとまった。うん、うん。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。こんな感じで。うん、ここに来たら、ずっとこのね、作品が流れてるって聞きましたけどね。うん。うん。で、イベントとしては16日何時から何時何をやってっていうような予告が、このスクリーンに、うん、今日朝までは出てたんだけど、うん、これがね、作品に変わっちゃいましたね。うん。じゃあ、ガゴさん、今の心境を一言どうぞ。どうぞ。今の心境をこの映画祭に、このエキスポに作品をこうね、選ばれて、出展するっていうね、そうそう、選ばれたことに対してどうですか、一言ぜひ聞かせていただきたいですね。そうですよ、突然の無茶ぶりに、ガゴさんが答えてくれるそうです。はい、ただの通行人なのにないですね。大画面で万華鏡的に見られるガゴさんと刹那さんのお尻が見どころでしょうかってディレクターさんが言ってます。おかしい。ガゴさん放送見てるのかな。見てますよ。でも、はいはい、今打ってるね。うん、カゴさんのコメントを待ちましょう。では、はい、何をおっしゃるのか期待しましょう。はい、相当多分いいこと言いますよ。そうですね。ここ押さえどころ、ここ笑いどころじゃないからね。お尻いっぱいですので見てください。もうね、本当にせっかくのいい PV が台無しだぜって。ロッケンローラーでしょ。まあ、でも、ガゴさんの作品、ガゴさんたちの作品も出てますので、ぜひ皆さん見てください。はい、見てください。はい。はい、はい、じゃあ、とも素敵だしね。うん。ガゴさん、じゃあまたね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ガゴさん、ありがとうございました。通行人だったのにすいませんね。ね、大きなガゴさんも見れて嬉しかったよ。ここあ、そうなの、うん、そうです。ここでエンディングです。なるほど。あ、なんか。あ、どこの？どこの立ち位置でが役者ですか？そこ、そっち行くんですか？いやいや、何やってん、押されたんです。なんて難しいところに行くのかなと思ったら、バーンとポスターの前でエンディングしましょうか。あ、はい。ガゴさんも来ませんか？ガゴさん、エンディング来ませんか？どうぞ、一緒に一緒に並んで、ご一緒に撮りませんか？こっちへどうぞ、ご一緒に、ご一緒にどうぞ、ご一緒に、よいしょ、はーい、あ、こっちこっち、ガゴさんこっち、はい、後ろのこのカウンターマーが俺見えながら一中性難しいんだよ。こんな感じでいいかな。はい。はい。おー、すごいですね。はい、あ、いい感じですね。いいですね。うん。そうですね。今日は、ここ、ミッドナイトマンハッタンレブリーからお送りしました。
今ね、うん、後ろにバーンとポスターありますけど、はい、16日からこのマシンエキスポ2012が始まりますので、ぜひね、これも見に来てください。はい、という形で、今日はこう回ってきましたが、いかがでしたでしょうか。クリちゃんどうぞ。うん、あのね、ニューヨーク大好きなんで、うん、すごい嬉しかったです。来られて、うん、なんかリアルにちょっと来た感じもしたし、うん、本当にオータム・イン・ニューヨークっていう感じがすごく素敵でした。で、うん、大きなガゴさんを見れて、せつなさんも見れて、せつなさんのお尻も見れて嬉しかったです、うん、で本物のせっちゃんとガゴさんにもばったり会って、はい、楽しかった、うんうん、なんかぜひぜひこのマシンマエクスポ、すごい大きな大会なんだなっていうか、大きなエグゼビションなのね、うんうん、本当に SL だけのマシニマではなくて、他のゲームエンジンも使ったマシニマなので、それもね、世界ですからね、日本だけじゃなくて小さなガゴさんもよろしくて、いや、ガゴさん小さくないから、うん、大きいよね、この中でも大きいから、うん、ハイヒール履いてる私たちよりも大きいという、うん、全然大きいから、はい、という形でお楽しみお尻インフィニティさんもありがとうございましたですね。せっちゃんも来ればいいのに、ここはね、うんうん、はいはい、じゃあたけるくんいかがでしたでしょうか。はい、でもここまだいろいろありそうだっていうか、そんな感じがしてるんで、うんうん、お散歩をしながら見て歩くと、とっても素敵な街だと思いました。うん、本当、ま、なんだっけ、この公園素敵だよね。ね、うん、うん、エンドウザワール。まだ工事中のクラブもあるし、お買い物も楽しい。うん、そうそう、おデーツにいいね。うん、そう、うんうん、おデーツにいいですね。私がちょっとここ、探索に来た時にはね、クラブあったんですよ。あ、そうなんだ。うん、でもやっぱりなんかイベント前に改装なんでしょうかね。一番最初にほら今来る時に行ったところも良かったですよね。うん、あそこ雰囲気いいよね。うんうんうん、本当にソファに座りながら、語らいながら、シャンパン飲みながらって言って、ね、よかったです、すごく、うん、うんうん、ということでお時間になりました。はい、そうですね、今日はこんなところで、エンディングとなりました。はい、はい、また、来週は、サバイバルモードになりますが、はい、また、イベントが16日からここで開催されるので、皆さん見に来てくださいね。はい、はい、じゃあ今日はおやすみなさい。はい、また来週。バイバーイ。来週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 。バイバーイ。世界は二人を引き離して会いたくて会えない日々を数えて平気なふりして笑ってみせるけど切なくて切ないこと甘すぎて二人で世界を抜け